疲れー。 If there is somebody in God, I'm coming here is the hero. というわけで月曜日ってことでついにこの方来ましたね。こちらバーンリバプールクラブ船長リバプール R21 オグニジさん、暑いぜ。やっぱりよ、プレミアリーグのビッグジックスのクラブから、クラブセレクションとか来ると気持ちいいよな。上がっちまうよな。どうしてもな。普段から見ている選手が強くなったって、たまんねえもんな。こういうのをファン求めてんだよ。いいセンスして。出身は、コナミ。殺す。というわけでまあ一人ずつね、選手のレビューしていきたいと思います。まずはゴールキーパーアリソン。舐めてんのかよ、俺！おい！投げてんのか！確かにこれゴールキーパー選手82ということで、これね、全振りすることによって、ね、これ98まで行くことできますよ。投げてんのか、これ今やったらこんな中途半端なゴールキーパー出したところでな、ピーター・シュバイケルとな、チューはな、来られへんで外れよ！おかげでも、出すんやったら総合尺叩き出せるタイプの、アリソン叩け！じゃあゴールキーパー選手98に関してはさすがに、やりすぎました。すいませんね。まさかね、普通に育成してみましょう。まあ、ここはでもね、ゴールキーパーに関しては正直ね、おすすめでいいと思うんで、おすすめでやってみます。はい。エアバトルのよういらんな。そういうゴールキーパーの方に全部振っちゃっていいから、92、83、89、91、87。まあ、悪くはない。でも使わんだよ！ 91センチのこの普通の登録値のゴールキーパー当てて、うわーなるか！まあ、お前、総合値99の黒男おると、総合値97おると、あれもなんか、よう止めるらしいな。ドビー出しまいかと思ったから、おわー！やっぱゴールキーパー能力のところに関してはね、ちょっとなんか不満やなっていうところあると思うんですよ。でも、アリソンといえば何ですか？そう。一発のロングフィード。前線にボールを送り込んで、サラが一発でシュート決めちゃうみたいな。そのアシスト精度の高さ。最近ね、やっぱチュー使ってても思うんですよ。ね、逆サイドロングパスバーンって蹴ったら、なんかそれ全然トバンクで、手前のインサイドはハーフで、なんか相手のセンターフォワードとぶつかって取られちゃうみたいなあるんですよ。そういうところが。あー！アンフィールドかも、おい！お前、フラム、64！ コアロー、俺、アリソンみたいになっとるぞ、お前。世界のサッカー選手で。ロングキック上手い順。下から3番目じゃ、お前、アリソンのロングキックのまさか。止まったよ、お前。で、ペペローションも言ってました。プレミアリーグ最強のゴールキーパーと言われてるアリソンが外れ。なめて、俺も言いたくねえよ、こんな。言わなきゃいけねえんだよ。道開けろよ。通ってるでしょう、お母さん。お腹痛い。まあ、ゴールキーパーに関してはどんだけ強かろうがね、やっぱなかなかね、こうなんか高評価与えられるような存在じゃないですから。はい。ということで、次行ってみましょう。次は。ロバートソンね。最高。リバプールガチャって色々言われてるけど、ロバートソンおったら、もういいガチャやから、結局。やっぱりこう CS とかって、環境最強と言えるような人間が何人搭載されてるかっていうところがポイントやから、そう、雑魚じゃなくて強いやつがどんだけおるかっていうところがポイントやから、そういう意味で言うと、ロバートソン最高です。ていうのもねえわぁ！あ、こう最弱やねえかぁ！一番最初に出てきたのアーノルドパックのやつより弱いからな、こう最弱やけ。これなんでこんなことになってしまったのかと思っている人、これ新たに説明しましょうか。あとなんかロバート弱くなっちゃったんですよね、通常の方がね。もともと強化されたやつ、弱くなって強化されたやつ、どっちが強いんやって話でしょ。こっちやな、どう考えてもこっちはこれはな、そうそうやろな、迷惑しちゃったんだよ、ロバートのこと、世界が悪い。これに関しては、なんか世界中のロバートとかさ、市場価値とか下がってきて、まあ、年齢もね、上がってきてますからね、それはわかりますよ。でも、プレイ見てよ、よくない、何が、何を持って下げた。それなんかまあ、世界中からのロバートの評価下がっとるから、俺も下げとこうと思って、ノリで、能力下げたら、見たか、ロバートのプレイ。落ちてないぞ。落とすとしたらせめて決定力とそれのようわからん数値下げとけ、お前。ボールたちがスピードとか瞬発とかに関してはどうせチクビー、くそ。まあでもね、ロバートはでもね、本当にクロスとか上手なんで、まあ FB 持ってない人からしたら当たりですよ。でも俺らに出したらプシッ、何とは言わんよ、プシッ、せめて過去最強連れてこい。そして次はですね、あチャンネル登録高評価みんなよろしくな、ジョーゴメス。バカ言ってんじゃねえ、わろけちまうよな。お前、ショータイムとかそっちの方でよ、お前散々走行着のセンターバックボコボコ出しといてよ、今更こんなセンターバックで、俺が気持ちよくなると思うか。だからね、こんなんでもディフェンス91、スピード84、心拍77、フィジカルコンタクト86。あ、思ったよ、いけるか。でもスキル、スキルどうなっとんや、アクロバティッククリア、逃走中にロングスロー、スライディングタックル、舐めすぎやろ、お前。さすがにマンマークはできるやろ。インターセプトとかそういうのはちょっと若干難しい、飛び出すタイミングとかあるかもしれんけど、マンマークはできるやろ。簡単やろか、マンマークな。ついていくだけやぞ、お前。その辺の障害者もできるぞ、マンマークだけやったら。なんでないや、こいつ。本当にお前らゴメスら相手ってゴメスなんじゃない、ゴメスは何も悪くないや、マジでな。マンマークでつけてあげろや、マジでよ。正直スキル追加でマンマークとインターセプトはたくさん余っとるから、正直こいつにつけてってもええかもな。まあ、だとしても別にそんな強くは、でもまあまあ、でも使えんことないんか。まあ、実際スピード瞬発こんだけあってフィジコ86でディフェンス数値が足りんのか。これもうちょいエアバトルとかさ渋ってからさ、なんていうの、なんかディフェンス数値とかバーって振ったらどうなる。あーなんか強っ、あーフィジコンないかってなったらフィジコンなくなるか。なんかでもいけそうな感じがするんかな。
あ、でも、富安でええわ。でも、センターバックマジで富安アラホマルディに圧戦されてるから、もうここを超えていくのと、もうね、上がりません。もう全部、だから。生半からセンターバックを一人作るために、あ、ユーザーを、でさせちゃってるんだなって、自覚しといてや。あー、というわけで次は、来たね。ジョタ。ジョタは強いよ。ジョタはいいぜ、マジジョタは。稚拙なチンポがおっぱいに埋まってるシートが最高。それショタ、それ方向ジョタじゃなくて、おねショタよ。まあ、ディオコジョタって言ったら確かにどうしてもね、目の上の単行部として、このね、週刊 FP がおろしてバーみたいですよ、こっちはマジで。バーみたいに強いんやけど、CS と FP より大きな違いってみんなないと思う。そう、タレントポイント触れちゃうんだよね。ってことは、まあ、こうやって見るとやっぱ全体的にどこか劣ってる感じになっちゃうんですけど、このね、決定力とか要はから不確定な数値をしっかりと下げて、これをドリブルに振っちゃう。まあ、ジョタ史上最強と言われてる周回 FP に、これ足元数値とスピード瞬発っていうこの重要な部分で勝つことができるんですよ。つまり、今週のジョタに関してはマジで普通に強い。外れたなぁ、だけこんな動画撮ってんだよ、ちょっと当たらなかったのな。まあでも結局総合的に見たら、パス数値9くらい高いから、まあ週刊 FP のジョタでよくねって言ったら間違いなくそれし、ヘッダー持っとるし、こっちの方が。あ、ワンシュートヘッダー持っとんか。え、なにこれ、そう。エッチ弾がなくなって、ワンシュートヘッダーがついたんや、週刊 FP の。じゃあ外れ。アスチョウやんけ、週刊 FP。何やそれ。コクって失敗したら、その女の人の悪いところ探すみたいなことやってたんですけど、昔。それと同じですね。あ、もうな、うん、どうでもいいっす。もうしこって忘れます。もうジョタで抜きます。あ、間違えた、ジョタで抜きます。ジョタで抜かれば、オネで抜くんだ。俺のことはリバブルガチャどうなってんだよ。今のところ当たり一人もいねえじゃねえかよ。マーク。投票ガチャのプライトの方が基礎数値も高いし、レベル上限も高い。へぇ、マーク。なんでこんな作るんだ。これが初手枠だったらよかったよ。全然、わーみたいな感じで、強化された玉返した杖みたいなとったよ。10万逆にしよう !10 万逆にしたらよかったから。確かあれやろ、なんかさ、プレミアリーグの投票ガチャかなんかやったよな。まあ、投票ガチャって言っとるけど、投票なんてもう反映されてないやろ、どうせ。ファーカスとかしといて、バカリさんはこっちだぞ。よかったじゃないか。あ、でもリアプールに来るやと思わなかったもんな。それは、そうやな、ごめんな。ちょっと、お腹壊した。あ、サングラス。あー、やべ。泣いて。あ、手洗い忘れた。普段から洗ってなかった。さあ、どんどん行きましょう。次は、ガークポポ。指名契約の圧倒的強さに腰ガクガクポ。初の通じオフェンスでスピード瞬発っていうところがどっこいで、それはレベル条件あっちの方が上、うん、まあ、勝てない。てか、指名契約の圧ってどうやねん、おい。ゲットするまでのプロセスと、結果が、釣り合ってねえじゃねえの、逆なんじゃねえの、これ。じゃあ、指名契約私服したらいいんですかって思いました。そういうことじゃない、全て総合値は一緒だけど、実は中身が違います、みたいな。そういう感じの、うん、しろ。解放感だったら話になんねえだろうか、お前よ。ホービーエリオッツ。いいね。レベル上限も35非常に高い。これまでの FB 登場回数は少でも総合値一緒。この時あんまり強いとか騒がれてなかったということは弱いって思ってたんですけど、これ能力値見てくださいよ。すごくよくね。オフェンスセンスとかあんまりないかもしれんけど、ドリブル数値非常に高いですし、パスもできるし、決定力もあるし、瞬発93、ボディコン97、で、身長170センチ。これはたまらん。ガビの回復なんだよ。ガビの海洋ガンダいないよ。今時髪持ってないやつとかいないよ。これおそらく通常の髪と張り合うレベルで登録したよな。しかも髪ダメになっちまってるよ。あとなんかボールキープの通知も髪の方が高いから、ボール持ってこれこれとかこいつでやりたいこと髪の方ができるだろ。ハーフィーだけでガービー掴めなくないか。せめて右サイドハーフで掴むとかそういう差別要素欲しかったな。おい、なんだよ。リバプールとかプレミアリーグのめちゃくちゃ強いチーム、今イエルとかなってますけど、めちゃくちゃ強いチームですよ。タレントゾルですよ。そんなチームのガチャがこの程度なのか。もう終わりじゃねえか、チクショー。おしい一郎令和チャンネル、まだ私がいる。その子よ、まさかドミニク・ショボシュライ。ドミニク・ショボシュライは国代表で一回来たっきり。だから今回が初めての CS、 つまりこれだけで十分価値があるぜ。まあ総合値に関しては周回 FB の頃とあんまり変わんないですけれども、同じくらい強くて、なんか自分の自由に育成することができると。まあこれを私が育成するとなるとこうなりますよね。いや強いね。これこんだけボールキープだけ、パスも上手にできて、決定力もあって、スピシーもあって、キック力93、ミドルシュートバンバン狙えるぞ。こういうキック力が高い人間のパスとかシュートはな、気持ちいいよ。やっといて、まあ、周回 FB の方が決定力があったり、ディフェンスできたり、フィジコンあったりするんですけども、それ以外の欲しい能力値ガンガチ。ボールコンとかボールキープとか4号カットバカ強い。動画が残しが一番の大当たりや。外したなー。決定結果リバプールガチャゴミ以上。